おはよう。すぐできるから待ってて。あ、そうそう。制服のワイシャツ洗って干しておいたから、今日は新しいやつ着てってね。そういうことはやらなくていいっていつも言ってんだろ。私がやりたくてやってるんだし、いいじゃない。身の回りのことは自分でする。勝手なことはしないでくれ。もう、相変わらず釣れない人ね。大体何日連続で来てるんだ？たまには自分の家に帰ったらどうだ？いいじゃない別に。そういえば昨日、社長さん相当飲んでたね。まあな。中島さんもあの年で独り身だしな。寂しいんだろう。え、そうなの？てっきり結婚してるもんだと思ってた。なんでだ？だって左手の薬指にさ、溝あるじゃない？溝？うん、あの溝って10年20年も指輪をつけた後だと思うんだよね。そうなのか。鈴木さんってそういうとこ鈍いよね。今日も帰りは遅くなるの？ああ、遅番だからな。お前も今日くらいは家に帰れ。今夜は来るなよ。どうしようかな。鈴木さんだって私が来た方が嬉しいでしょ。何を言ってるんだ。あ、ネクタイ曲がってる。はい、これでよし。どうしたの？いや、それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。ちょっと待て。おい、ぶっ殺しちゃう。しつこいやつだ。
俺の負けばい見逃してくれんね。待てよ、シカトしてんじゃねえよ。あ、一遍死んどけ。悪かったです。すみませんでした。はっ！
いや、頭が悪いそうばい。バッテン、おかしかっちゃね。なんか二日酔いやなくて、頭ば激しくぶつけたことは痛さなんやけど、俺、昨日転んだりしよらんかった？いや、でも念のため病院に行った方がいいんじゃ。よかよか、焦げ見えても石頭やけん。それじゃ、今日も仕事頑張ってくれんね。ジムの平川さんに声ばかけてみて、利用依頼が来とうと思うけん。わかりました。血が混んでるな。
道が混んでるな。到着しました。
ここは俺のお気に入りの店でね。まあ遠慮せずに食ってくれや。すいません。ではいただきます。おい。しかしすまんかったな。面倒なことに巻き込んじまって。やつらデビルキラーとか言ってましたね。そう。流すデビルキラー。この一帯を牛耳ってる走り屋チームだ。昔は走りを追求するストイックな集団だったが、今はただの暴走族。悪さばかりしてる最低の連中だよ。そうなんですか。だが、まずいことになったな。運転手さん、完全に奴らに狙われちまったな。奴らは、狙った獲物は逃がさねえ。きっとまた、あんたにレースバトルを吹っかけてくるはずだ。レースバトルを？で、私はどうすれば。それなんだが、うんちゃんには勝負を受けてほしいんだ。そして、奴らを返り討ちにしてほしい。本気で言ってるんですか。なあ、冗談みたいに聞こえるかもしれねえが、俺は本気だ。あんたの腕を見込んで頼んでいる。奴らにとっては速さが全てだ。どれだけ強制的に捕まえても、レースバトルで負けなかったら奴らは何とも思わない。奴らを実質的に潰すにはレースバトルでコテンパンにするしかないんだ。あいつらあれで一応走り屋だからな。だが我々警察が奴らと一緒にレースバトルをする
なんてことは当然許されない。だから俺らの代わりに奴らと戦ってくれる協力者が必要になる。それが私だと。あんたはいい腕を持ってる。あんただったら奴らをギャフンと言わせることができるかもしれん。俺はそう思ってる。頼む、協力してくれねえか。奴らをこのままにしておくわけにはいかねえんだ。しかし、あいつらはここ数ヶ月でどんどん勢力を増してきていやがる。被害も増える一方だ。最初はあいつらも走り屋だけを標的にしていたからまだ良かった。だが最近じゃ一般人でもお構いなしだ。家族連れ、老人、あんたと同業のタクシー運転手だってかなり被害に遭ってる。タクシー運転手？ああ、あいつらをこのまま放っておいたらいずれあんたの同僚も危ない目に遭うかもしれねえ。うちゃん、頼む。この通りだ。俺はこれ以上被害者を出したくねえんだ。わかりました。本当か？ええ、俺で役に立てるなら。ありがとう。すまんが、よろしく頼む。さあ、遠慮せずにもっと食ってくれや。腹が減っては戦はできぬっていうしな。